五つ目。Hello， 米娜桑空巴巴的讲的，然后今天文章也来了。那今天呢，又是快乐的学日文时间。今天要跟大家介绍五个日本人在話す時のオノマトペ，拟声拟态语，是日本人在形容别人讲话的感觉的时候会使用的拟声拟态语。那我们就开始吧 ，Go Go。第一个，一つ目，ペラペラ。ペラペラ，ペラペラ呢是形容说话很流利，大多数是指外语能力很好的时候，形容他外语讲得很好的时候会使用的。那请文章用日文介绍一次。ペラペラは、まあ母国語じゃない、違う外国の言葉を話すときによく使います。じゃあもし私が文章日本語上手ですね、ペラペラだねとは言わない。そう、母国語は言わない。例えば俺が英語とかプーって言った時に、あ、ふみやくん英語ペラペラだねみたいな、あなたすんごい日本語と中国語とスペイン語とマレーシア語ペラペラだね。ちなみにペラペラはもう一つ意味があります。何の意味ですか？これ髪がペラペラだねみたいな。え、どういう意味？安っぽく見えるみたいな。安っぽく見える、ペラペラみたいな。あ、値段が安いってこと。そう、そういう時も知らなかった、マジで知らなかった。よく使いますね。知らなかった、ご注意ください。第二个、ぺちゃくちゃ。ぺちゃくちゃ、ぺちゃくちゃ是用来形容喋喋不休、唠叨，那又专门指比较没有内容的谈话。那请文章日文解释。内容ない話を意味します、ぺちゃくちゃは。で、女子高生たちがテレビの会話、昨日あの番組ロンドンハーツ見て何々めっちゃ楽しかったよねみたいな、ほんと内容のない話を言うときにロンドンハーツかわいそうですね時にペチャクチャはよく使います。刚才文章说的意思是说女子高中是在看ロンドンハーツ，ロンドンハーツ就是男女纠察队，在台湾也有放的那个ロンドンハーツ叫男女纠察队，就说在看那个，然后讲一些比较没有内容的谈话，就是这样子使用的。第三个ハキハキ。哈基哈基，哈基哈基呢是用来形容人活泼又有精神的讲话方式，让人句句都听得很清楚的时候，大家会说这个人讲话的方式很哈基哈基。那请文章用日文说明。哈基哈基は、はっきり。例えば、はっきり元気よく。言葉を喋る。はっきり、はっきり也是那种讲话很清楚的意思，叫はっきり。例えば、名前呼ばれて、シュエさんって呼ばれた時に、はい、シュエです。ハキハキ物事言っていいねみたいな、そんな感じにも使います。日本人はよくその明るいと元気さを重視してるから、日本人と会話するときにやはりそのハキハキしてるような感じが伝わるのが一番重要です。例えばね、面接とか、面接とかはハキハキしてる人の方がやっぱり面接官の印象はいいです。例えばどんな感じ？いや、物事はっきり言って聞きやすい。喋ってみ。やだ第四个，モコモコ。モコモコ。モコモコ呢是形容讲话不清晰的样子，例如说像含一个卤蛋讲话那样子，和刚才的ハキハキ是完全相反的意思。ハキハキの逆で、モコモコはもう本当口の中に何か物が入ってる。そんな感じの喋り方。例えばさっきのはい、シュエですがハキハキじゃん。はい。モコモコは。嫌だよね。そんな感じの喋り方。なんで面接時はモゴモゴしない方が。モゴモゴって今あったんですけど、近い言葉でモグモグって言葉あります。モグモグ。何の意味かわかる？そう。物を食べてる。そう。物を食べる時にモグモグ。モグモグ。そう。それから多分来てるんじゃないかなって。食べる時はモグモグ。で、もぐもぐした状態で話したらもごもご。おー、なるほど、なるほど。第五が、五つ目。ひそひそ、ひそひそ。ひそひそ呢是形容用很小声的声音讲话，就像是在讲秘密的感觉，就是用ひそひそ来形容。那请文章日文解释一次。例えばひそひそは、秘密事とか。あんまり知られたくないような内容の時にみたいな感じで、耳打ち、耳に直接こういうふうに話しかける
そんな感じのイメージです。耳打ちというのは、耳打ちの漢字はこうですね。耳打ちってどういう意味ですか？耳打ちは耳にこうやって耳を打ってる。そう、なぜか日本では耳打ちって言います。で、ヒソヒソはあまりいい意味で使われないことが多いです。あの人ヒソヒソ話してて嫌だわみたいな。大家觉得今天的教学怎么样呢？其实在日本人的日常生活中是常常用到 onomatope 的，只是说我们教科书里面可能没有学，那就是我跟文当希望用这个方式可以让大家更了解日本人在平常日常会话中是使用什么样的日文。那如果说你喜欢我们的影片的话，麻烦帮我们按个赞，いいねをしてください。と麻烦帮我们按订阅，チャンネル登録もお願いします。日本語ペラペラ。いや、それ、ありがとうございます。那个好恥ずかしくなっちゃう。你还想知道什么日文的话呢？都欢迎在下面留言给我，コメントしてください。那就这样子啦啊！再请大家，如果不建议我的动画接收通知的话呢，都麻烦帮我按个铃铛，接收我们最新的消息哦。啊，这样子啦，拜拜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 。